はい、どうも葵です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はアークテリクスとビームスの2024年秋冬のコラボの情報が出ましたので、少し遅くなってしまいましたが、情報を共有していこうと思います。それではよろしくお願いします。いつもですね、忘れた頃にやってくるアークテリクスとビームスのコラボ。2024年の秋冬コラボのコンセプトは和みということで、日本の伝統的な精神性からインスピレーションを得ているようで、カラーは日本の和みの概念から直想を得たベージュを主体としたカラーを採用しています。今回の2024年秋冬コラボはですね、アメリカ、イギリス、カナダ、中国のアークテリクスのブランドストアにて発売が決定しているようで、このグローバル販売に先駆けて2024年の9月21日土曜日よりビームス原宿とビームスストリート梅田にて世界先行販売があるようです。こちらの店頭販売の抽選はですね、もうすでに終了しているので、店頭では売れ残らないと買えないと思うんですけど、こちらですね、ビームス公式オンラインショップでは後日発売予定とのことで、興味がある方はですね、ビームス公式オンラインショップをこまめにチェックしてみてください。それではですね、アークテリクスとビームスの2024年秋冬コラボのラインナップを見ていこうと思います。今回は4つのアイテムがラインナップされています。1つ目はですね、ゴアテックスを使用した汎用性の高い人気シルジャケットのベータジャケット。2つ目はですね、耐久性と防風性を兼ね備えた山岳アクティビティ向けのウィンドシェルジャケット、スコーミッシュフーディ。3つ目はですね、ファミリー用から個人用と様々な用途で活躍してくれる優れた万能バックパック、マンティス26。4つ目はコンパクトですが収納力がある超人気ウエストバッグ、マンティス2。この4点がですね、今回のコラボのアイテムになります。デザインは今回のコラボからアークテリクスを象徴する始祖鳥のロゴをグラデーションで表現しています。他にもクレイジーパターンのデザイン、ジャケットの右上腕のビッグバード、フロントジッパーのダブルジップ仕様などアークテリクスを知り抜いたビームスならではのデザインになっています。値段はですね、ベータジャケットが 71,500 円、コーミッシュフーディが 33,000 円、マンティス26が 29,700 円、マンティス2が 9,900 円。値段はですね、どのアイテムも既製品より 10% ほど高い設定になっています。中でも注目はスコーミッシュフーディ、ビームスのコラボでは初登場のアイテムになります。スコーミッシュフーディはですね、今年買おうと思っていたんですけど、先日サンダのアウトレットに行った際にガンマライトウェイトフーディを買ったので、今回はちょっと見送りですね。今回のコラボはアークテリクスの機能性とビームスのファッション性が融合した日本の伝統的な概念を取り入れた独特なデザインと、アークテリクスの中でも人気どころのアイテムを抑えたコラボになっています。カラーはですね、2022年の秋冬のコラボのカラーに近いイメージですね。ラインナップも人気どころを抑えたいいラインナップだと思います。欲を入れば、これにアトムがあればラインナップ的には完璧に近いかなと思いますね。はい、以上になります。ということで今回はアークテリクスとビームスの2024年秋冬コラボの紹介でした。店頭販売の抽選はもう終了していますが、ビームス公式オンラインショップで後日発売予定とのことなので、興味がある方はビームス公式オンラインショップをこまめにチェックしてみてください。今回の動画が参考になったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。